江原明宏の控訴審に動き出す矢上と源田法律事務所、さらに公安の調整官坂東に対抗するべく RK の相馬を捕らえようと画策する。だが相馬には公安の潜入捜査官であった可能性が急浮上してきたのだ。じゃあ銃を撃ってきたのは警官姿の二人組？ええ、そして阿久津のことを。その警官たち、まさか本物じゃないよね？ああ、多分相馬が自分の手駒に警官の制服を着せたんだと思う。どっちにしろそいつらを送り込んできたのは相馬だ。海藤さんが言うには公安の潜入捜査官だったかもしれない。知ってるか、ターボー。潜入捜査官はアメリカなんかじゃモグラって呼ばれてるらしいぜ。モグラか。でもいくら公安の潜入でも口封じに殺人までするなんて。いえ、相馬としちゃやらなきゃならなかったはずです。登場会時代からずっと潜入だったなんてバレたら、いくら組織のリーダーでもただじゃ済みません。どえらい裏切りですから。 RK には元搭乗会の人間も多いし、速攻で殺されちまいます。確かにそうね。だから偽警官たちは俺らも始末したかったようでした。できれば全員の口を封じるつもりだったんすかね。なあ、検察の方で源田事務所に警護つけらんないか。せめて今夜だけでも。分かった、すぐ手配してみる。それなら矢上さんたちにも警護がいるのでは？ありがたい提案だけど、ほら、海藤さんも東も元極道だから、警察に守ってもらうなんてね。ああ冗談じゃねえ。そうっすね、お気持ちだけで結構です。これで相馬はますます地下に潜ってくことになるだろうな。でももし奴を見つけ出せれば、逆に公安の尻尾もつかめる。そん時は沢先生の件も明るみに出せるし、桑名や楠本玲子のことも。分かった分かった、ひとまず沙織さんを源田先生のとこに送ってこうぜ。今日はそれで上がりだ。ふん。そうだな、きっちりガードするから心配ないよ、沙織さん。なあに沙織、変身した途端みんなに守られちゃって。じゃああなたもたまには気合い入れておしゃれしてみたら。私は今これでもだいぶ頑張ってるんですけど。矢上くん、こないだ高野検事とやり合ってきたんでしょ？実際彼も微妙な立場なの。痴漢を懲らしめてやったつもりが、なんか殺人のアリバイに利用されたみたいなことになっちゃって、前は世論も完全に検察の味方だったのに、今は雲行き怪しいからね。出発しますか？兄貴がついてんだし俺は行かなくていいだろう。もう少しここの様子を見ときてえしな。
っしゃいませ。ありがとうございました。おお、なんだか大変だったな。大丈夫か。阿久津が銃で撃ち殺されたとか、ほんと血の気が引きましたよ。沙織さんに何かあったらどうしようって。俺らはいいのかよ。まあみんな無事で何よりだった。でも相馬にやられました。奴を甘く見てたみたいです。どういうことだ。奴は公安の潜入だったんじゃねえかって話です。潜入？何にしても先生と星野くんは楽しい夜に水を差されて残念でしたね。ん？いやそのいや、さっきキャバクラに行ったのは星野くんがどうしてまで行くって聞かねえなんだから。先生だってどんなところか覗いてみたいって言ってたでしょ。そうだったっけ。よく覚えてねえな。そうですか、失礼。着替えてきますので。なんていうか、まあしばらくは沙織さんに白い目で見られてください。なるほど。じゃあその説で言うと、公安の捜査官がハングルまとめて RK を作ったわけか。ええ、それが相馬和樹です。まだ確かじゃありませんが、あいつが潜入ならいろいろ辻褄は合います。だから公安は RK を手駒にできたんでしょうし、逆探知とかの情報を流すこともできた。ハングレたちはそうとも知らず、ずっと相馬の命令で公安の使いっ走りをやってたわけだ。でも相馬に公安とのパイプがあるからこそ、 RK は一発の組織になりつつある。例えば阿久津を殺した奴らも RK でしょうが、着てた警官の制服や銃は多分本物です。あれも相馬が公安だから簡単に調達できた。ではもう警官の制服は信用できないですね。下で警備してくれてる方たちは大丈夫なんでしょうか。心配ないよ、あの人たちは真冬のお墨付きだから。それにしても警察の方で公安を止められねえのか。ええ、公安はそもそも相馬なる該当人物はいないと知らぬ存ぜぬだそうです。記録は抹消済みってことですかね。相馬は軽く10年は登場界にいたはずだぜ。日教連って組で阿久津と一緒だった。あいつらのことなら俺より東が詳しい。わかった、じゃあそれはまた明日聞いてみよう。おう、そうだな。東には俺から連絡しとく。明日はシャルルで集合だ。何か相馬の手がかりがありゃいいがな。相馬が本当に公安だとすると、居所を見つけるのは難しいかもしれません。さっき阿久津を生け捕りにできていれば。悔しいですね。ようやく敵の大枠が見えてきたってとこか。公安とはまた大層な相手じゃねえか。気をつけろよ、八神。変身した沙織さんは素敵です。でもやっぱ日常スタイルも控えめにって最高。僕はこの事務所で働けて本当に幸せです。
もしもし。八神氏、つくもです。問題発生ですぞ。今朝方、ハンピンリューマンが襲撃されました。え、襲撃って誰に？ RK です。ずっと偉人町でも人数を増やしていたんですが、連中の狙いは桑名さんだったんでしょう。幸い見つかる前に逃げたようです。まだ連絡は取れてないのですが。ハンピンリューマンの被害は？鉄装さんによれば怪我人が少々。襲撃の時その場には相馬も来てたのかな？いえ、そこまでは分かりません。とにかく現場は大混乱だったようで。そっか、わかった。八神氏はこれからどうされますか？相馬の過去と正体を探ってみる。いろいろ裏がありそうなんだ。つくもは引き続き桑名を探してくれるか？わかりました。では。よう、タボ。悪いな、仕事の時間だ。誰か代われ。え、じゃあ俺がやるよ、カイト。おう、ガードをマメに入れるんだぞ。わかってるって。すげえ、お子様に大人気じゃん。そう思うだろ。ところが東は俺の上を行くんだ。マジで？東さん、八神先生がお見えです。バーカ、先生なんてつけんな。そいつは呼び捨てでいいんだ。あ、じゃあ八神の野郎が来ました。いきなり野郎呼ばわりかよ。なるほど。確かに相馬の登場会時代なら俺も知らねえわけじゃありません。やつは直系組織の日教連で杯受けてました。日教連ってのは名門の組だ。今は登場会の解散で本家ごと潰れちまったがな。ええ、そん中でも相馬と阿久津は気合が入ってる幹部候補でした。組を支えるために表向きにはご法度のしのぎにも手出してたみたいです。でもどんなに稼いだって上の門はその上がりを吸い上げるだけで何にもケツ持っちゃくれません。都合よく使われてたんですよ。それでも相馬たちはいつかのし上がってやろうって歯食いしばってたはずなんですがね。結局出世する前に登場会全体が立ち行かなくなって解散しちまった。青春捧げて組に尽くすだけ尽くしたのに報われなかった。阿久津は本当にそうだったかもな。でも海藤さんの説でいくと、相馬は公安の任務として登場会を中から監視してたんだ。そして組の誰よりも早く登場会に先がないことを見抜いた。公安の潜入なら登場会解散のその後を見越して動く。だから RK って犯罪者ネットワークを作って行き場をなくすヤクザたちをまとめて管理できるようにしたんだ。なるほど。そう言われると確かに RK はカムロ町のしのぎに目光らせてる。自分らに黙って稼ぐ奴らをきっちり締めて回ってんだ。今この町で悪さするには連中の許可がいるらしい。ああ、だから相馬が潜入捜査官って説は一応筋としちゃ通ってる。あとは奴と公安とのつながりさえ裏が取れれば間違いない。東、誰か昔の相馬を知ってる人は？あいつがいつどうやって登場会に入ったとかそういう話が聞ける人なら。そうだな、日教連の元総裁がいる。総裁って組長のこと？まあな、入江って人だ。前の肩書きがどうあれ今じゃチャンピオン街の飲んだくれだがよ。その入江さんから話が聞きたい。相馬と公安の関係が証明できれば連中を追い詰められる。
どうかな。まあ会いたきゃ行ってみろよ。いつも明るいうちからアテンシって店にいる。わかった。俺も行くぜ。タボ。出発するか。ここだね。日教連の入江さんがいるって店は。毎日飲んだくれてんだろ。あったく、いい子身分だよな。入江総裁。うん。俺は松金組にいたもんで、海藤と申します。松金の。そうかい、あの人の子分か。うちの親父をご存知で。昔ながらのヤクザらしいヤクザだったな。義理人情に厚くて金儲けが下手で。でも俺みてになる前に死んだのは幸せだったのかもな。少しお話をさせていただいてもいいでしょうか。一緒にいるのは俺の相棒で八神片木ですが、こいつも松金の親父にゆかりのある人間です。八神です。で、俺と話したいってなんだよ。相馬の話を聞かせてもらえませんか。 RK の相馬和樹です。相馬ね、組にいた頃はただの若造だったんだ。今じゃだいぶ幅を利かせてるそうじゃねえの。一杯おごらせてください。隣座らせてもらっていいですか。相馬はよ、昔うちの頭補佐がスカウトしてきたんだ。闇カジノでドブへ捨てるみたいに大金かける若造がいるってんでな。ダチとつるんで女こましちゃ金にしてたらしい。なるほど、ヤクザにするにはもってこいの野郎ですね。闇カジノってカムロ町にあったやつですか。ああ、うちの組で仕切ってたんだ。カジノはいくつも作っちゃ札に潰されてたな。相馬を組に入れたのは何でです。あいつの方から入りたいって言ってきたんですか。そうだったと思う。さっき言った頭補佐に懐いててよ、相馬は上には従順だが自分より下の者にはえらく睨みが効くようだった。極道で使えるのはそういう人間だ。あとは暴力に躊躇ねえとこがよかった。ちなみに組入れる前、相馬のボディチェックはされたんですか。なんで、どういう意味だ。素性は調べたんですよね、生い立ちから何から。まあ一通りのチェックはしたろ。俺が細かく見たわけじゃねえ。入江さん、もしかしたら相馬は公安の潜入だったかもしれません。なんだと。あいつが潜入だとして、そうなると何か思い当たることはありますか。怪しい動きをしてたとか、外部の誰かと連絡を取り合ってたとか。いや、どうだろうな、考えたこともなかったからよ。あいつはやべえしのぎも進んでやってた。ここだけの話、人をやったこともあったはずだ。人を。いつだったか、組のしのぎを札にチクったチンピラがいてよ、相馬は上の門に命じられてそいつをさらって山に埋めたんだ。
それが初めてとは思えねえくらい手際が良かったらしい。君が悪いくらいだったって。確か阿久津の野郎がそう言ってたんだ。聞いたぜ。あいつ昨夜殺されたらしいな。耳が早いんですね。誰から聞いたんです？この町の闇は不健だぜ。自分たちだけが何でも知ってると思うな。阿久津も昨夜相馬が公安の潜入だってことに思い当たったんです。だから口を塞がれた。そうか。だがもう俺には関係ねえ。今となっちゃ相馬が潜入だろうがどうでもいい。組がなくなっちまってんだからよ。入江さんが日教連を閉めた後、子分たちは今どうなってんです？半分は足を洗った。それと六代目の新事業ってのに呼ばれたのもいたが、あとは地下に潜ったみてえだ。そのうち息のいいのが RK に迎えられたよ。じゃあその息のいい子分たちが公安に踊らされてることになります。それも構わないんですか？もうボンクレ正月に挨拶もよこさねえ奴らだよ。半グレの中でチヤホヤされていい気になりやがって。恩知らずどもが。なんだか酒がまずくなってきちまったよ。あいつらのことを思い出したら。今はやっぱりみんなてめえが生きるので精一杯の時代なんですかね。まあでも毎日明るいうちから管巻いてちゃ誰だって挨拶する気はなくなります。今度シラフの時に飯でも食いませんか？東上会の直系組長がそんなんじゃ、昔上を目指して死に物狂いで頑張った俺らが浮かばれませんから。失礼しました。海藤さんのいた松金組は東上会の直系になるのが悲願だったんです。だからあの人には自分の親が目指した場所に入江さんがいたと、そういうふうに見えるんだと思います。お話ありがとうございました。千両通り北にある三沢ビルって知ってるか？そこで長藩博打の賭場が立ってるんだ。賭場？ええ、前に行ったことがあります。そこが何か？その賭場は六本木から流れてきた連中が仕切っててな、そいつらを相手に RK は上がりの分け前をよこせと言ってる。神室町で稼ぐなら RK の許可を取れと？なあ。ところが六本木は上がりを払う気がねえ。それで今夜RK が賭場をビルごと襲撃するらしい。目的は見せしめだ。派手にやるだろうな。一人や二人死人が出るかもしれねえ。じゃあもしかしたら相馬もそこに来るってことですか？さあな。ただ今夜の襲撃は元東上海組の仕切りだ。 RK の精鋭部隊よ。ひよっこどもにプロの仕事を見せるんだと。誰からそんな情報？だから言ったろ、自分たちだけが何でも知ってると思わねえことだ。勉強させていただきました。何を話してたんだ、タボ。今日これから RK の襲撃が起きるってさ。こないだの四季の間のビルで
あの飛ばしきってる連中が RK に分け前を出し渋ってんだ。じゃあそこに行けば RK のメンバーがわんさか来るわけか。もしかしたら相馬も。ああ、とにかく行ってみる価値はありそうだよ。分かった、東も呼んどいた方が良さそうだな。出発するか。タボ、もう何か始まってるみてえだ。ああ、ヤガミ兄貴も。こりゃ何が起きてんです。 RK だ。元登場会の精鋭でこのビルを襲撃してる。なんだ。よそもんが上がり収めねえで稼いでるからだと。で、もしかしたら相馬も来てるかもしれねえ。そんな情報よく取れましたね。よし、んじゃ行ってみようか。俺らはただの客で。うっせえぞ俺、チンピラが。いや、ちょっといいか。ああ、なんでまだ嫌がったのか。見た顔だ、登場会にいた札付きだぜ。イカレ野郎よ。あんなのがまだ何人もいるのか。相馬も来てんのか。あいつはどこにいる。ギャーギャー、うっせえぞ。からおとなしくしてもらう。すげえ。ああ。うわあ。うわあ。うわあ。俺勝つ。うわあ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 。しばらく寝とけっての。どこに相馬や RK の連中がいるかわからねえ。気をつけていこうぜ。こんなに暗くちゃ何があるか分かりませんね。ああ、だがここで行き止まりってことはねえはずだ。とりあえず明かりつけらんねえか。ちょっと探してみようや。これは、お、やっぱ明るいと見やすいな。ん、なんだ。これは、ん、これは暗証番号付きのドアか。面白い。こんなもんで俺らを止められると思うなよ。なあタボ。よう、やっぱりこっちのドアをなんとかすりゃいいんじゃねえか。つまり暗証番号がいるってわけだ。おい、どうするんだ。他の場所に手がかりがあるかもしれない。この階を調べよう。よし、行くか。なあ、ちょっといいか。もう勘弁してください。何もしないよ。先の扉の暗証番号が知りたいだけだ。0508、いや、
8010だったか。ったく、はっきりしてよ。ま、どっちも入力してみるか。0508か8010か、忘れねえようにしないとな。おっと、0508か8010だったよな。ああ、試してみるよ。よし。どこかに上へ行くルートがあるはずだ。ちょっと探してみるから、二人は待っててくれる？おう、頼んだぞ、タボ。
なんだてめえ、まだぶちのめしてねえやつがいたか。ゲ、覚悟しろや。ったく、時間食っちゃったよ。タボ、どんな感じだ。ああ、屋上について RK を片付けたとこ。ただ、カイトーさんたちが登ってくるにはきつそうだ。他にもルートがないか探してみる。わかった。ならもうちょっと待ってるぜ。結構きついぜ。八神、お前よくここまで素手で来れたな。おい、音がしてたぞ。この辺りにも隠れてる奴がいるかもしれねえ。見つけ次第やっちまうぞ。へい。はい。どうします、やっちまいますか。そうだな、まとめて片付けちまうか。いやいや、ちょっと待てって。階段の前にいる奴に応援を呼ばれるかもしれない。そうしたら相馬にも逃げられるかもしれないし、後ろから一人ずつ締め落としてくるよ。悪いな、何かあったらすぐに助けるからよ。よし、行くか。カイトさん、ちょっと困ったことになってる。手貸してくんない？おう、どうしたタボ。あともう少しのとこなんだけど、 RK がいて身動きが取れない。どうにかして連中をおびき出してくんないかな。任せろ、俺が何とかしてやる。頼んだよ。なんだ、猫の喧嘩か。どこで泣いてやがる。どうだタボ、なんとかなっただろ。ああ、名演技だった。カイトさん、助かったよ。
ここは慎重に行こう。なんとか終わったかな。やるじゃねえか、タボ。この下の階に四季の間がある。相馬がいるかもしれねえ。気を引き締めねえとな。行くのか。行くか。助けて。殺される。あれ、なんだよ、コウスケ君か。こりねえガキだな。おい、まさかまた女騙して金にしてたんじゃねえだろうな。してません、してませんから。てめえ、松金組のカイトか。お、さすが有名じゃん。なんでここにいる。てめえも RK に入ったんだ。アホか。お前らと一緒にすんな。あんたがこの襲撃の仕切りか。相馬はどうした、来てないのか。余計なとこに首突っ込んできたな。おい、後ろからも来てるぞ。敵は大勢、相馬はいない。これじゃ何のためにわざわざ来たかわかんねえな。しっかり矢上探偵事務所、お願いだから助けて。コウスケ君を助けに来たってことにしとこうや。知り合いっすか。ならよかったじゃないですか。あいつ頭かち割られるところでしたよ。いや、そこの3人もやっちまうぞ。それでしまいだ。いいか、来るぞ。Oh!
しばらく寝とけっての。楠本さん、あなたの方からこちらへ呼んでいただけるとは思ってませんでした。どういう風の吹き回しでしょう。いいお返事がいただけると思っていいのですか。もう終わりにしようと思います。何をです。保身のために秘密を隠すこと。ではどうされるおつもりですか。警察に自首します。あなた方がお疑いの通り、私はミツルの復讐のために河合信也を殺しました。5年前にカムロ町で河合が拉致されたあの日に、自分のこの手で。北方先生はその協力者です。もし自首をすれば、あなたはただの人殺しです。厚労省の立て直しで人気が高まっていた分、そこから突き落とされる衝撃は大きいでしょう。自首は考え直した方がいい。私どもが秘密を守って差し上げますよ。その代わり、あなた方の仲間になれと、そういうことでしょう。官僚が組織にいる以上、しがらみに生きるのは避けられません。みんな国のために自分こそが正しいと信じる意見をぶつけ合い、無難な落としどころを探って初めてことが進むんです。それなのにあなたはもう十分多くの正義を果たせたじゃありませんか。厚労省の腐敗を正し、天下りの排除も毅然とやってのけた。その成果は私も他の方々も尊重するとお約束します。しかし今、楠本玲子が人殺しだったとなれば、あなたの果たしてきた正義は全部水の泡になってしまう。むしろ揺り戻して前よりも腐敗する結果になるかもしれません。あなたもそれは望まないはずです。誰にだって秘密はあります。私どもに任せていただければ必ず最後まで守り抜きますよ。全て闇に葬るんです。そこが問題なんですよ。沢さんはミツルのお見舞いに来続けてくれた同級生でした。もう来なくていいと拒絶したのは私の方。彼女だけはあの高校でミツルの味方でいてくれたのに。私がこの手で復讐を果たしたから、そこへ引き寄せられた闇に彼女が飲み込まれてしまった。なのにそのことをみんながなかったことにしようとしている。13年前、ミツルを追い詰めた同級生たちのように、何と言われても私は自首します。もっと早くそうしていれば沢さんは死なずに済んだ。思った以上にあなたは青臭い人だったんですね。あなた方は私を失脚させたことでよしとすればいいでしょう。当初の目的はそれだけだったはずです。でも私は操り、年金160兆に手を出そうとしたのは欲の書きすぎでしたね。私が自首する以上、それはもはや不可能に近い話です。あなたの飼い主たちにそうお伝えなさい。私としてはかけた労力に対して見合わない成果になったわけですね。が捨て身になった人間にもう駆け引きは通じませんな。お母さん、ここどこ。ミツル、なーに。ミツル、ミツル。
もう終わりだよな。ああ、半グレにしちゃまあまあ歯ごたえあったぜ。しょうがない兄貴っすね。あとは引っ込んでてくださいよ。病み上がりなんだから。抜かせ。すげえ。一応ここの胴元も用心棒とか六本木の精鋭を揃えてたはずなんですけど、 RK には元極道も多くて歯が立たなかったっていうか。でもそれを全部叩き伏せちゃうんだからすげえっすよ八神さんたちは。そんな話を聞きたいんじゃないよ。 RK の相馬は本当に今日ここに来てなかったんだな。ええ、多分いなかったと思います。なるほど。じゃあこんだけ苦労してマジで成果なし。ああ、八神さんたちは相馬を見つけたかったんですか。それならさっき RK の連中が言ってるのを聞きましたよ。相馬は偉人町から指示飛ばしてるって。ほう。じゃあもしかしてずっと向こうで桑野を探してるってことか。そういや今朝方鉄尊のとこに襲撃があったらしいよ。RK が桑名を探しに来たんだ。そこに相馬がいたかまでは分かんないけど。となるともう俺らがカムロ町でやれることはねえ。明日また偉人町に行くか。うまいこと桑名と合流できりゃ相馬だって向こうから出てくるはずだ。ああそうだな。よ、今日もぼちぼち動くとすっか。行こうぜ、タボ。いや、これは八神氏。ああ、つくも一人か。杉浦は？桑名さんを探そうと聞き込みに出てます。ただ、ハンピン竜馬のところから姿を消して以来、桑名さんがどこにいるかまるでつかめないのです。偉人町にいるかすら定かではありません。そうかい。珍しく冴えねえな。急いで来ることもなかったか。鉄道から何か連絡は？いえ、お二人のいない間偉人町は膠着状態です。相馬は偉人町から RK に指示を出してるらしいんだけど。ええ、でも偉人町のどこにいるかまではつかめてません。なるほど、だから膠着状態か。
もしもし。よう、またこっちに戻ってきたみたいだな、八神。あんた、桑名か。迎えをやるから会いに来いよ。やっぱりまだ偉人町にいたんだな。まあ、ただお互い RK やら公安に面が割れてる身だ。まずは誰にもつけられないよう身ぎれいにしろ。監視の目を振り払うんだ。どうやって？そりゃそっちで考えてくれよ、探偵さん。支度ができたら沢君のマンション前に来い。沢先生の。ああ、じゃあな。兄弟、なんかやけに静かだね。 RK の襲撃があったんだって？若いもんが2人骨までやられて病院送りにされたよ。いつの間にか俺らより RK のが数増やしてやがる。ここは偉人町だったのに、外へ一歩出りゃもうアウェーだ。連中の狙いはやっぱり桑名だった？間違いねえだろ。桑名はうまく脱出したみてえだが、連絡が取れなくなってる。あいつからはさっき連絡があったよ。これから会いに行く。本当か？ああ、でもこのまま行ったら俺が桑名のところに RK を案内することになる。まずは一度敵の目を振り切らないとね。なるほど、だからここに来たのか。てっきり襲撃の被害を心配しに来てくれたんだと思ってた。それもあるけどさ、手貸してくれ。ここは悪名高いギャングの縄張りだろ。秘密の抜け道とかない？ああ、そこを抜ければ一旦 RK の目を出し抜けると思ったんだけど。そんな都合のいい抜け道なんてないわけないよね。そうだな、あるぜ。悪名高いギャングの縄張りだからな。分かったよ、ついてこい。助かる。おい、こっちだ兄弟。非常時の抜け道がある。多分桑名も襲撃された時そこを使って逃げたんだ。秘密の抜け道？ちゃんと抜け道用に作ってある。全然匂わねえだろ。ああ、確かに。中に降りて先行ったら福徳公園に出られる。この抜け道は俺らにとっちゃ万が一のとっておきだ。誰にも言うんじゃないぞ。ああ、感謝するよ。よし、じゃあここ入る前に変装しとくか。そうすれば抜け道出た時完璧に RK の目を振り切れる。なるほど、それいい考えだ。いいじゃないか、さすがに慣れたもんだ。どうも。変装にはちょっと自信があるんでね。よし、準備はいいな。抜け道の中は一本道だが、ちょっとくれ。
なんだったら俺もついてってやる。いや、一人で大丈夫だよ。クアナもここを襲撃に巻き込んじゃって、あんたに合わす顔ないだろうし。もしそうなら全然気にしてねえって伝えといてくれ。俺がムカついてるのは RK の連中だけだ。絶対偉人町から追い出してやる。わかった。じゃあありがとな。いい変装ですね、八神さん。赤池君か。ほんと桑名の言うことは何でも聞くんだな。乗ってください。先生のところにお連れします。あんただけか、他の同級生たちは。俺一人です。今日は人手がいらないみたいなんで。へえ。この船って博物館になってるやつだよね。ええ。でもこんな時間には誰もいません。先生も長居する気はないそうです。桑名は俺と会ったらまたすぐどっか逃げる気なのか。それは俺じゃなくて先生に直接聞いてください。よう、悪かったな、わざわざ来てもらって。こっちはお尋ね者なもんだよ。その割には目につくとこにいるもんだな。ここは追手に数で囲まれても逃げ道がいっぱいある。いざって時、周りに迷惑かけずに済むしな。あんたが人の迷惑考えてるとは思わなかった。赤池、少し八神さんと二人で話してもいいか。どうぞ、八神さん。鉄夫たちには悪いことをしたよ。俺を探して RK が襲撃してきたんだ。奴らハンピン・リューマンをヘトも思っちゃいねえらしい。結局のところ相手は公安だ。日本中どこ行ったって逃げ切れるもんじゃない。それと RK の相馬は多分公安の潜入捜査官だ。搭乗会に入る前からずっとな。潜入捜査官。ああ。でも逆にその相馬を捕まえれば奥にいる黒幕も引きずり出せるかもしれない。そうやって全部明るみに出さない限り、あんたはずっと追われ続ける。そりゃ困ったな。沢先生の件、江原の御子柴殺しの件、隠し事はもう終わりだ。全部ぶちまけて公安のつけ入る隙をなくす。それには例の痴漢裁判がおあつらえ向きの舞台になると思う。お前の言う全部ぶちまけるってのは楠本さんの件も含めてだろ。
俺は彼女を売るような真似はしない。ダメだ、話になんねえ。その結果が沢先生を殺したんだとしてもか、話にならないんじゃない。あんたはそこから目をそらしてるだけだ。そういうお前は13年前のミツルを知らないだろう。そんな奴にとやかく言われたくないな。俺はみんなが目を背けてる。いじめの現実ってやつに正面から向き合ってるんだ。社会にマスコミ、みんな子供が自殺するたび騒ぐが、結局いまだに何も変わっちゃいない。そして毎度のようにどの加害者も口を揃えてこう言う。まさか死ぬなんて思わなかった。ああ、あいつらはどれだけ残酷なことを人にしてるか分かってない。それは自分に痛みがないから、自分が安全なとこにいると思ってるからだ。だから俺はそうじゃないってことを奴らに思い知らせたい。お前らのやっていることにはいつか必ず報いがあるってな。食わな。この瞬間もどこかで奴らに苦しめられてる子たちがいる。ミツルやその子らのために何ができるか必死に考えた結果が今の俺だ。あんたの気持ちはよくわかるよ。分かっちまう。自分でも怖いくらいにな。でもそいつは野放しにするとすぐに制御できなくなる。暴走した正義が行き着く先はいつも同じだ。自分の正義のための犠牲を都合よく正当化する。例えば沢先生のような人の犠牲も。くどい。本当の正義なら真実を恐れない。真実から逃げたりもしない。あんたや楠本玲子が全てをさらけ出さない限り公安はどこまで持ってくる。分かってんのか。今のまま捕まったらあんた闇に葬られんだぞ。ああ、そういうことになるんだろうな。何？でも俺は逃げ切ってみせる。相手が公安だろうがな、いつでもそうできるように準備は重ねてきた。そのために裏社会を生きてきた。そんなうまくいくわけねえだろ。あんたはもう何人も殺してんだ。全員受けるべき罰を受けてなかった奴らだ。あいつらを殺すのに社会は手を汚さない。だから俺が手汚しているだけだ。これから先もな。13年前にミツルが飛び降りた日、俺は自分に呪いをかけたんだよ。どうせ一生かけたってミツルには償いきれねえんだ。俺は自分がどうなろうが構わない。その代わり最後までやらせてもらう。じゃあなんで俺をここに呼んだ。そんな話して俺が褒めてくれるとでも思ったか。まさかお前がそんな物分かりのいいやつだとは思ってないよ。でもだからお前にはいろいろ話しすぎちまったのかもな。なんだよ。江原さんにこれを渡しそびれてた。悪いんだがお前から渡してくれないか。頼めるのはお前だけなんだ。江原敏郎。これには江原さんへのメッセージが込められてる。あの人の復讐を最後まで一緒に仕上げるつもりだったんだが、もうそうも言ってられないだし、俺は今日限りこの顔も名前も変えて消える。俺があんたをこのまま生かせると思うか。別れに未練は禁物だぜ。ダメだ、引き下がれないんだよ。こっちも昔真実を追い切らなかったことで俺は寺沢恵美という女の子を死なせてる。罪を逃れた人殺しはその秘密を守るためにまた人を殺す。あんたや楠本玲子もいつかそうなるかもしれない。やっぱりな。
お前と会ったらこんな風になるんじゃないかと思ってた。逃げるなら起きはないよ。あんたが何人殺してるとしても俺はその証拠を持ってないんだ。捕まえたところで監禁でもしとかない限りあんたはまた逃げるだろう。じゃあどうすんだ。あんたが自分の意思でここに残るまで俺は説得し続ける。あんたも楠本玲子もまだ救うことができると信じているから。ったく。いいかみんな、北方先生は殺すなよ。その代わり八神の方は逃がさなきゃどっちでもいい。お前は監視を振り切ってここへ来た。俺もそう。奴らに面が割れてるからな。嫌でも慎重に動かなきゃならなかった。なら後をつけられたのは俺でもお前でもなく赤池だった可能性が高い。公安は赤池と俺とのつながりに気づいたんだよ。これが何を意味するか分かるか。あんたよく今そんなことに気が回るな。楠本さんだよ。彼女以外赤池と俺のつながりを知らねえはずだ。え？つまり楠本さんが俺を公安に売った。どうやら彼女が心変わりする何かがあったんだ。そういえばあんたここには逃げ道がいくらでもあるって言ってなかったか。そりゃ俺一人で逃げる時の話だ。じゃあなんで行かねえ。お前俺を説得してくれるんだろ。そん時はどんな理屈こねてくんのか興味なんだね。了解。よく考えとく。いいよみんな、ほらもう行けって。おう、こいつら二人ともなんか技持ってるぞ。逃がさねえように足から行け。今までの雑魚とはちょっと違う感じだな。ああ、でもこっちのやることはいつもと一緒だ。こっからでも来な。
二人相手にこんなに手こずってちゃ RK もまだまだって言われちゃうな。みんな天下の登場会だったんだろ。看板に恥ずかしくない仕事しなきゃ。ここらが潮時だな。お？まだなんか奥の手がある感じ。ああ、でも悪いが、そんないいもんじゃねえぞ。おい、食わな。あ、足から行けって言ってろ。やかましい。待てこら、止まれ。食わな。急いでくれよ、みんな。すぐ人が来るぞ。ああ、やってくれるよ、ったく。爆弾仕掛けてたのかよ、あいつ。なら教えと。